わが町和歌山。この番組は和歌山市の暮らしに役立つホットな情報をお届けします。今回は始めようクールチョイスがテーマです。クールチョイスとは地球温暖化対策に効果のある賢い選択をしようという国民運動で、私たちの身近な生活の中で取り組むものです。まずこのクールチョイスについて詳しく教えていただきたいんですが、お願いします。はい。日本は地球温暖化対策のために2030年度の温室効果ガス排出量を2013年度比で 26% 削減するという目標を掲げています。クールチョイスはこの目標達成のために一人一人が脱炭素社会づくりに貢献する製品への買い替えやサービスの利用、ライフスタイルなど賢い選択をすることを推進する取り組みです。具体的にはどういった取り組みがクールチョイスになるんですか？はい、環境省が進める取り組みの一環として、省エネ機器への買い替え、自動車の買い替え時にはエコカーの選択、ウォームビズの実施、照明の効率的な利用、エコドライブ、公共交通機関の積極的な利用などが挙げられます。消費電力量の多い電気冷蔵庫やテレビ、車などを省エネ性能に優れた新しいものに買い替えたり、照明器具を電球から LED に交換したり、 LED 照明の明るさを調整するなどの工夫をすると省エネ効果がアップします。このようにクールチョイスには様々な取り組みがあるのですが、この冬特におすすめしたいのがウォームビズです。ウォームビズ、それって夏に行うクールビズのようなものですか？はい。ウォームビズは暖房をつけている時の室温を20度で快適に過ごそうという取り組みです。一般的に電力による冷暖房を行う場合、暖房は冷房よりも多くのエネルギーが必要になります。ウォームビズに取り組むことは CO2 の削減だけでなく電気代の節約にもつながります。室温が20度になるように暖房の設定温度を調節するんですね。わかりました。ではそれ以外で何か心がけることっていうのはありますか？はい。例えばマフラーや手袋、靴下などを活用して首、手首、足首の3つの首を温めたり、温かいお鍋やスープで体の中から温まったりすることもウォームビズです。また余分な暖房を止めてみんなで一つの部屋に集まるウォームシェアという取り組みもあります。この取り組みはエネルギーを節約できるだけでなくコミュニケーションも深まります。また移動の際には公共交通機関を使うということもこのクールチョイスの選択の一つとして挙げられていましたよね。はい。公共交通機関を積極的に使っていただければと思いますが、車の利用時も環境のために気をつけられることはあります。エコドライブも効果があるんですよね？はい。車での移動が多い方は環境や人に優しい運転、エコドライブを心がけていただければと思います。車間距離を空けて加速減速の少ない運転をしたり、無駄なアイドリングをやめるのもエコドライブです。ふんわりアクセル E スタートといって、発進するときは穏やかにアクセルを踏んで発進するのも効果的です。最初の5秒間で時速 20km を目安に発進するだけで燃費が約 10% 改善します。また車のエアコンの AC ボタンは車内を冷却・除湿する機能なので、暖房のみが必要なときは AC ボタンはオフにしましょう。それだけでエコドライブにつながります。クールチョイスについての情報は環境省のホームページに掲載されています。詳しくは和歌山市環境政策課にお問い合わせください。わが町和歌山、次回も暮らしに役立つホットな情報をお届けします。お楽しみに。